はい、どうも皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況をプレイしていきたいと思います。今回はアスカチャンネルさん、アスカチャンネルさんっていうのもおかしいか、アスカさんの鬼アクション A という超やばいコース、こちらをプレイしていきたいと思います。でですね、こちらもうね、5時間6時間ぐらいね練習したんですよ。はい、でまあクリア率は 0.04%、 かなり低いんですけど、まあとりあえずやっていきますね。はい、まずここくるくる、はい、死亡もう初っ端からねだいぶきついコースになってる。待って、はい、すいません、もうどんどんスタートやり直していきますね。はい、こうやってまずは行くんですよ。まずはここ3連でね、しゃがみクルリンジャンプをクリアしなければ先に進めない。はい、ドスに当たった。うん、まずはここをね、ここはねもう何回もやってきてるんでクリアできるんですよ。ちょっと待ってね、うん、ちょっと待って、みんなちょっと待って、まだね動画をね再生を停止するのは早いと思うよ。うん、もうちょっと待ってはいはい、じゃあふっふっふっ、オッケーいった。そしてここジャンプ、違う、全然違う全然違いすぎてびっくりしたちょっとねもうここのね、ここ行けただけでちょっとね今喜んじゃった行こう、ふっふっふっ、よし、でここ投げて、はい、ここでジャンプ1、2、3段ジャンプ、ここ、ここから、はいよ、いやーここ行けないんだよはい、実はですね今の黒パックンの積み重なってるタワーみたいなとこね、3連黒パックンタワー、黒花タワーって僕は呼んでるんですけど、そこがね実は6時間プレイして一度も突破できなかったですよ。本当に1回も突破できてなくて、いまだに。でね、本当はこのコースすんごい、ちょっとすんごいクリアしたい理由があるんですけど、うん、ねえ、ちょっともう一回突破したんで行ってみましょう。あー、ほら、ここでもここでもダメ、ここでダメ、ここまではね2つ目のねタワーまではいけるんですよ。もう3つ目がどうしても超えられなくて、はい、もうね諦めモードなんですよ。てかね、もう突破できる気がしなくて、本当に申し訳ないんですけどじゃあなぜやったって感じなんですけど、まあ、もう一回行ってみよう。いやー、ほらね、ダメだ、やっぱダメだ、これはね本当にねクリアできないんだよな、突破できないんだよな、あー、もうくそー、もうねマリオメーカーで初めてここまで絶対無理だって思ったコースは初めてかもしんない、うん、っていうぐらいこの黒花タワーが越せません。で、申し訳ないんですけど、このコースはちょっと僕はクリアできないっていうことで、すいません、諦めたいと思います。本当に申し訳ない、鬼アクション A、誰かがねこれをこのコースをクリアしている動画が出ると思うんでぜひそちらを見ていただければと思います。この後もねかなり鬼畜、黒花タワーをね超えた後もかなり鬼畜なコースにはなってるんですが、まあ、そこさえも見せれずに僕は終わりそうですね。はい、なので今回アスカチャンネルさん、アスカさんにもねすごい申し訳ないなって思ってるんで、こっち鬼半自動 A、 右と Y を押し続けてタイミングよく R を操作してねっていうこちらのコースをね、はい、クリアしていきたいなと思います。こちらもね 0.09% なんですよ、クリア率。うん、半自動っていう割になんでそんな低いんだよってね感じなんですけど、はい、ではやっていきましょう。ほっほっだこれね右と Y をずっと押し続けてもダメなんですよ。ほっほっ、このね R を調整しながら
うん、R ボタンをね調整しながら行くとうまくいけるみたいなんですけど、ちょっと待って、うまくいけないねよし頑張ろう、いくぞ、よいしょ、ほっほっほっ、オッケー、ぴょんぴょんぴょんとぴょんと、あーちょっと押しすぎた、ぴょんといってもう一丁、はいもう一丁、オッケー、ほいほい、これ上でいいんだよな、ちょっと調整、これ下かな、下っぽいっちゃ下っぽいよね、下も行ってみよっか、ここそのままよし行っちゃって、あー届きそう、来ちゃってポン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 、あ、いけるいける、あーいけそう、オッケー、よし、ピースイッチピースイッチ、えー、オッケー、よっしゃ、オッケーで、ピースイッチまだ踏まなくていいんだよねこれね、待って何そこ爆弾か、スピン、あースピンじゃなく、ん、だー、わかんない、あ、別に下にいてもいいのか、これで大ジャンプ、あーなるほど、そこにテレサさんがいっちゃう、ふっ、あーあー、待って、なんかあった、土管があった、ほっ、ここ、土管入れないんかいそっか、あの高さだと入れないんだ、ほっ、危ない、で、ここ何何、スターでどうなんの、あ、ちょっと待って、あ、いけるほっほっほっ、いけたいけ、あれちょっと待って、はい、あーこれ絶対いけないパターンっていうかタイムアップになった、なんと、じゃあちょっと待って、下はいけないとして今度上行ってみよう、多分下は違うな、やっぱ下フェイクだわ、ほっ、これだと違う、よしよし、うまい、待って、あーそれは急に調整が難しくないですか、オッケー、待って、よし、いいの、これでいいのこれダメな気がすんな、これでいける、あージャンプしすぎた、よし、オッケー、あーはいはい、うまい、よーし、うまいんじゃないか、おー、そこ来る、そこ、うわそれはどうなんですかね、オッケー、そのまま次調整、あー調整できない、このままくるっ、よし、そしてくるっ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 、よし、オッケー、はい、あーどうすんの、今のどうすんの、おー、これでか、これで土管に入れるのか、なるほど、うどっからマリオが出てきた、俺今分かんなかった一瞬、そっから出てくるのか、でクッパジュニアを踏み台にして、かわいそうなクッパジュニア、ちょっと、あー、よし、オッケー、よし、いった、よかった、よしで、こっからほっ、あクッパ三連ちゃんはちょっとわからんて、一回休憩だ、そうだ休憩しようっと、いけ、ナイス入った、よしこっから、よいしょ、オッケー、うまい、待って、ほっ、なんかパウ持っちゃったのはこれはダメだよよし、オッケー、待って、よしオッケー、あーなんでーポンポン、よし、あーうーあくそー、よっしゃ、でクッパちっちゃ、オッケー、はいあークッパじゃなくてワンワン長いパンジャンプ、オッケー、まだ続く、まだわかんないよわかんないよ、はよ、あとちょっとだよ、ワンワン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 、
でっかいワンワンも見えた。ワン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 、え、どこ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 、え、え、あ、入った入った入った、え、ちょっと待って待って、え、くっくっ、あー、うわー、はぁ、悲しい。超えたよ、はあ、最後のくるくるが足りなかった。慌てた慌てた、分かってたのに、くそ。よっしゃ行くぜ、ポンポンと、 1-2-3 と 4-5 OK で真ん中、そしてここピョインと、ナイスで大ジャンプのショートジャンプ、あ、ショートジャンプ OK、 これ大丈夫。よし、後半。まずはクッパジュニア。はい、クッパジュニア、クッパジュニア、クッパジュニアのパウ、パウ、パウ。もう一丁。パウ、パウ。で、ワンワン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 、来い。よし、入れ。こっから。くっ。よっしゃ、来た！よし！じゃあ、来たー、やったー、やったー、やったー、はぁー、つら、つらすぎるわ。やったもう最後のワンワン、どんだけ踏み外したか。あー、親指へこんでる、あー痛い。アスカさん、なんてものを作るんだい、本当にもう。いやーね、もともとやろうと思ってたコースをね、できないからこっちをやったわけですけれども、こっちにまた3時間半かかるってどういうことよ。はあ、あのね、今タイトルもう一回、うん、見たら、ただの半自動じゃないもんね、鬼半自動だもんね。そりゃ難しいわ。いやー、参った参った、いやー、すげー楽しかった。あー、こう、その最後の最後に落ちた時にはどうなるかと思ったけど、いや、よかった、本当にクリアして。いやー、厳しい40秒でした。ありがとうございます。はい、ってなわけで、鬼最高って送らせていただきました。いやー、本当に最高に難しく最高に楽しいコースでした。アスカさん、ありがとうございます。そしてもう一つのコースクリアできなくてごめんなさい。これで許して。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。また難しいコースにこれからもどんどん挑戦していこうと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして今回のこのアスカチャンネルさんのコースを、僕以外にももしかしたらやってるかもしれないし、やってないかもしれないし、まあね、そんな感じです。はい、ということでコーダでした。次回のマリオメーカーの実況も楽しみにお待ちくださいませ。ではまたね、グッバイチャー、イエイ。